取り掛け手の内がセットできました。でいよいよ本格的に打ち起こしに入るんだけども、三十重文字が崩れないようにします。大切なのはね、それで、打ち起こしで、大切なことっていうのは、あの弓のね、弓の裏はず、自分は打ち起こしで意識しているのは、この弓の裏はずをもう天井にまっすぐこう突き刺すようなつもりで打ち起こします。そうすれば弓はまっすぐ打ち起こせるからね。弓はまっすぐ打ち起こせる。で、弓道教本には両拳を同じぐらいの高さで、上に上げるって書いてあるんだけども、さっきやった取り掛けのこのはずの位置は人差し指と親指のね、この中心ぐらいにここに来るわけだ。ここにね。で、手の内の方、ユンデの手の内の方はこの拳の上に矢が乗っかるよね。こうなるから、そうするとユンデとメテの拳を同じ高さにしちゃうと矢が上向いて弓は斜めになっちゃいますでしょ。だからだいたい拳半分ぐらいメテの方が上に行かないと矢は平行になりません。湯構えした時にメテの拳の方がもうこの時点でね、すでにメテの方が上になってるからね。だから打ち起こす時、弓の裏はずをまっすぐ天井に突き刺すような気持ちで打ち起こしていけば、メテの拳の方がユンデの拳よりもちょっと上になる。拳半個分ぐらいだね。そうなってるよね。そうしないと弓と矢がね、こう斜めになってしまうのでね、こうなります。であとは肘のこの張りの程度なんだけども、湯構えた時にこう最後にはびきっていう動作をします。はびき、はびきっていうのはどういう字を書くかっていうと、球波の波、球、この握りの部分、球波っていうね、波で、はびき、それに今引くっていうんだけども、この矢をこうつがえた状態だと羽が弓にかかってるでしょ。でこれを弓からこう引き抜く、そういう意味があります。はびきっていうのが弓からこう引き抜く、そのはびきをするためにどうするかっていうと、もう手先でこう引っ張るわけではなく、上体をね、体の上体をグーってこう起こすような感じにすれば、それだけで1センチぐらいこう張りができます。1センチぐらいグーッとこう体を起こすと。でその時のこのユンデとメテのその張り具合、それをそのまま維持していけばいいわけ。はびきの時の肘の張り、ユンデの肘をまっすぐこう伸ばしてしまうと打ち起こしこうなってしまうよね。メテの手の方が自分の体よりもこう遠くなるので、湯構えた時の矢の向きっていうのはちょっと前向くのはしょうがないんだけども、これを無理にこう的の方に向かせようとするとかなり体が窮屈になってきます。ユンデの方の手の形はこうなってるのでね、この手の先に弓がこう来る。
そう、メテの方はこの人差し指と親指の股にこうはずが来るので、どうしてもこうなってくるね。でこのズレを、このズレをちゃんと理解してないとうまく打ち起こすことができないのでね、もう一回言うよ。メテの拳の方が自分に近い、でユンデの拳の方が自分よりもちょっと逆だね。メテの拳の方が自分よりも遠くなる、でユンデの方の拳の方が自分に近くなるので、ちょっとズレがある。上下のズレとこの前後のズレ、このズレをいかに左右均等にできるようにするか、ここがね、難しいところなんだけども、これがうまくできるようになれば、すごくきれいに弾くことができるのでね。このズレ、できるだけズレが少なくなるように、工夫をしてください。どこで工夫するかっていうと、やっぱり肘だね。肘の張り具合、この肘の張り具合で変わってくると思います。で弓をまっすぐに打ち起こす、弓をまっすぐに打ち起こす。でこの時に注意することは、手首をね柔らかくしておくこと。手首を柔らかくしておく。手首をそのままの状態に固定してしまうと弓がこうなっちゃうよね。そっくり返ってしまう、弓がね。だから弓がまっすぐになるためには、弓をまっすぐにするためには手首を、目手の方はこうなってるから、こういう使い方します。こういう使い方、手首を柔らかくするってことね。こういう使い方をする。でユンデの方は、ユンデの方はこういう使い方をする。こういう使い方じゃないと弓はまっすぐ打ち起こせないのでね。いい？こういう使い方をする。こういうふうにする。そうすればベタ押しにならない。そのまま固定してこう打ち起こして、このまま引き分けてしまうと、こうベタ押しになってしまうのでね。分かる？ベタ押しっていうのは手の内がこう潰れたような形になってしまう。こう弓を実際に押し開いていくのは、この人差し指と親指のこの股の部分だからね。こういう状態だからね。こういう状態、いいですか？こういう状態で押していくからね。であとはね、取り掛けと手の内のこの形は、歪まえ動作で作ったこの形は、打ち起こしても引き分けても貝に入っても離れても形を変えないようにする。形が崩れないようにする、当然メテの方はこう引っ張られるので、見た目はね、形が変わっていきます。貝に入ればそれにつれてこのひねりっていうのが大きくなってくるのでね、見た目は変わってくるんだけども、ユンデの方も押されるからね、圧力をこうしっかり受けるわけだから、微妙に形は変わるんだけども、自分の感覚の中ではこの取りかけた形、手の内の形っていうのは変えないようにする。もうできるだけ変えないようにする。まあこれも余計なことをしないってことね。こう打ち起こして引き分けた後、このメテの拳をこうこねる人とかいます。手の内もね、打ち起こして引き分けた時にこうこねてしまう人がいるんだけども、こういうことはしない。余計なことはしない。いい？余計なことはしない。